今回は紙バンドのカゴやバッグの角底の基本的な作り方をご紹介します。底作りは基本の木、簡単にできるのでぜひ挑戦してみてくださいね。それでは始めていきましょう。まずはじめに必要な材料です。上から始末紐、縦紐、短い横紐、長い横紐です。本でも底作りから始める作品の材料欄は同じ名称で掲載しています。紙バンドは巻きで販売しているのでカールしています。カットしたらこのカールが取れるように指でしごいてあげましょう。まっすぐにした方が作業がしやすくなります。カッティングボードの中央の線の上に両面テープを貼ります。短い横紐の中央に印をつけます。始末紐の端にボンドをつけて印をつけた横紐につけます。横紐の中央の印と両面テープの線を合わせて貼ります。カッティングボードのマス目の角に合うように直角に貼り付けます。もう一本の始末紐も同じように反対側に貼ります。長い横紐を1本用意して先ほど貼った横紐の下に置きます。短い横紐の両端にボンドをつけてその下に貼ります。長い横紐1本分の間隔を空けて短い横紐をすべて貼ります。短い横紐をすべて貼ることができました。はみ出ている始末紐をカットしておきます。すべての縦紐を半分に折って中央に印をつけます。始末紐の上にボンドをつけます。折って印をつけたところと始末紐の中央を合わせて貼ります。今回は短い横紐が6本なので上から3本目と下から3本目の間が中央になります。反対側も同様に貼ります。長い横紐すべての中央に印をつけます。先ほど間隔を空けた部分にボンドをつけます。長い横紐の中央の印を合わせてすべて貼り付けていきます。すべての中央の印が合うようにしましょう。ボンドが乾いたら両面テープから剥がします。両面テープは先ほど剥がした剥離紙を元に戻して貼っておくと次も使えるのでエコですし便利ですね。縦紐を2本重ねて差し込みます。この時に大事なのが最初の紐は下から入れることです。2本目は上に、3本目は下に、互い違いに差し込みます。差し込んだ縦紐は左右に分けて中央を合わせます。両脇の縦紐と平行になるように整えます。
いて同じように縦紐を2本ずつ差し込みます。今度は最初の紐は上から入れます。こうして互い違いに縦紐を差し込んでいきます。縦紐の最後の1本も差し込みます。差し込んだ紐が均等になるように整えます。縦紐の端がすべて合うように整えましょう。最後に差し込んだ縦紐は中央の印に合うように合わせます。横紐を詰めてから赤い丸い部分、差し込んだ縦紐を横紐にボンドで固定します。先の細いボンドを使うと作業がしやすいでしょう。同じようにボンドで貼っていきます。裏返しましょう。先ほどと同様に赤い丸部分をボンドで固定します。底の紐が張り終わりました。この後、紐の立ち上げ方は作りたい作品によって違います。この作品のように直角に側面を仕上げたい場合は直角に紐を折り曲げます。定規を当てるときれいに手早く折れます。紐が重なっている部分は定規を使わずそのまま折れます。反対にこの作品のように柔らかなカーブで側面を仕上げたい場合はまず先ほどと同じように紐をすべて折り曲げます。その後にこのように指先で内側へしごくと丸みのある立ち上がりになります。すべての紐をしごいていきます。今回は角底の作り方をご紹介いたしました。この他にも紙バンドの基礎や編み方の動画があるのでぜひご覧ください。